に対して同じことをするかって言ってるの。何を言ってんのあなた、うん、あなたが言いたいことが全然意味が分かんない。あなた何が主張したいのって感じ、うん、あなたが何に対して俺に聞いてるのかが分かんないんだよ。何を言うとるの、うん、あ、コーヒーは買いに行きません。コーヒー買いことしたら桃のやつ買っちゃったんで、桃の天然水みたいなやつ、桃の天然水ではないんですけど、うん、もう一度慎吾に生まれ変えたい。あー、どうだろう。だ、俺これねずっと言ってるんですけどね、僕どっちかって言うと女の子に生まれたかったんですよね。いや別に そういう変な意味じゃないですよ。別に僕女の子大好きで男に全く興味ないからそういう意味じゃないんですけど、変な意味じゃなく、純粋に女の子に、可愛い女の子に生まれて、なんかこうねすっごい可愛い服着たりとかしたかったんですよ。どっちかなんですよね。超可愛いロリロリな超可愛い子に生まれるか、もうほんとパイオツカイデーのもう本当になんかとんでもないなんかもうエロい子のどっちかになりたかったですね。それで男を魅了したかったですね。だからそのエロい方だったらエロい感じで魅了したかったし、超可愛い子だったらもう可愛い感じで魅了したかったっていう、うん、どっちかっすね。なんかまあ要するにまあど、まあ、まあそういうどっちかのジャンルで容姿がいい、容姿がいい女の子に生まれたかったなっていうのは、生まれて帰ってってみたいなっていうのはありますね。生まれて帰れたらね、うん僕女の子の服で、あ、この服かわいいな、この服着たいなとかっていうのは結構あるんですよ。でも男の服だとあんまないんですよね、うん。でも結局まあ僕も男なんで、まあ別にね結構正直女装 そこそこ似合う方だとは思うんですけど、やっぱ本当に可愛い女の子に比べたら似合わないんで、あ、こんな可愛い服がなんか似合う女の子に生まれてたら人生楽しかったろうなみたいなのあるんですよ。なんか男の服で、あ、これ着たいなっていうのはそこまでなくて、いや、なくはないですけど、それよりも、あ、この女の子のこの服欲しいな、可愛いな、これ似合うんだったら買いたいなとかっていうのはめっちゃあるんですよ、結構。あ、金風さんありがとうございます。プラチナセッキーさんありがとうございます。はい、おやすみなさい。明日の YouTube 天才動画見ます。はい、おやすみなさい。ありがとうございます。うん、そうなんですよね。あ、とか、あと今更なんですけど、アスカキララってめっちゃ可愛いっすね。なんかめっちゃ美人っすね。アスカキララももう言うても30いくつなんですけどね。なんか昔ほら AV 女優とかでまあ人気だったんだろうけど、今さ、俺あの子がすごいなって思うのってさ、まあ、要するになんか AV 女優って結構黒歴史ではあるじゃないですか。でもそれをもうなんかこう、なんていうの、なかったことにしてるわけじゃないんだけど、もう別にそういうのなしで、なんかもう女性からのなんかこうファンってめっちゃ多いじゃん。なんか安川キラーになりたいみたいなさ、なかなかなくないですか、 AV 女優みたいになりたいっていう感覚。昔で言うとなんかさ、整形してる女、整形したいって女がさ、なんかトモチンがすげえなんか一時トモチンになりたいっていう、トモチンの顔にしてくださいっていうさ、人すげえいたらしいけど、うん、アスカキララね、でも本当 AV 女優にっていう、一応まあ黒歴史って言ったらあれなんだけど、まあそういう歴史があるわけじゃないですか。なのに女の子の人気とか今えげつなくらしくてね、みんなアスカキララになりたいって人めっちゃいますこれね。過去にそういうようなことをやってても、まあ要するにあんまり女受けって良くないと思うんですよ、そういうのって。でもなんか女の子に人気ってすごくないですか。言ってしまえばハンデみたいなもんじゃん。女の子から人気が出るハンデみたいなとこあるのに、うん、それなのにすごい今人気らしいですか。で実際すごい綺麗だし可愛いからね、うん、すごいなと思った。純粋にああいう職業をやると同性から結構あんまり好かれるようなイメージってないから、そのイメージがやっぱ絶対ここってもう壊せないもんじゃん。ここってもう過去って消せないから、それなのに女の子に人気あって、どんだけですか、キララ自体がすごいんだよっていう、どれだけ魅力あんだよ女の子にも男にもみたいな、そこが俺すげえなと思って、純粋に、うん、アスカキララすごいなと思った。実際めっちゃ可愛いし、ね、綺麗だし、なんかね色気ありますしね、男にも女にも愛されてすげえなって。
あ、無料アイテムどうも。いや、本当ですよ。性転換したら、だから言ってんだろかこの野郎てめえよ、だから、僕は女の子が大好きだし男に興味ねえっつってんだろかてめえ、人の話聞いとんのかてめえ、もし生まれ変わるんだったら可愛い女の子になってみたいなって、なんか可愛い服とか着たいなとかね、男を魅了したいなってのが、そういう人生楽しそうだなって思っただけなの。でも別に僕は男としてこう生まれてきて、別に女の子が大好きで男なんか全然興味ないんで、それで性転換したらおかしいでしょって話をしてんの。人の話聞いてます？あ、無料のどうも。そんなやついます？普通に女の子が好きですよと、男で女が好きで女の子になりたい、でも恋愛対象とか性的対象は女性です、でも女の子になりたいから性転換手術します、そんなやついないでしょ。基本男が好き、男なのに男が好きだから性転換手術って人は、まあまだ分かんなくもないんだけど、そう。そうっすよね。マグロ漁船で一山当てよう。まあ悪くないね。マグロ漁船で一山当てる配信とか面白そうじゃない？でもあれ命がけらしいからね、怖いよあれ。あれ結構危ないらしいっすよ、マグロ漁船って。なんかこうマグロとかってすっごい力あるじゃないですか。でなんかこう糸とかがさ、こうなんか手とかに絡まって、糸が手にね絡まってね、でマグロがこうヒットするじゃん。でそれでこう引っ張られて平気でこうなんか腕とかちぎれるらしいからね。こう糸が絡むじゃん。でその時にマグロがこう食いついてガッて引っ張られたら、余裕でそれもう手とかもう切れちゃうぐらいの力らしいんで、怖くないっすか。超危険らしいから本当に。だからそんなね簡単な、ちょっと一山当てるかって言うんで、そんなノリで絶対行かない方がいいと思います。普通に危険らしいですよ。それこそプロの人ですら、プロの漁師ですら事故とかだってあるだろうに、ましてや素人が行ったらやばいでしょ。プロだって事故ることあるだろうにね、危ないですよ。まあそんなこと言ったら、まあ、車とかもそうかもしんないですけど、車とかだってね、まあ一応その一般人でも免許だったらプロ扱いになるかは知らないけど、でも本当はほら第二種免許だったり大型とか持ってる、まあそっちの人の方がなんかもっとプロっぽいじゃん、運転のこう一般のなんか第一種免許持ってる人よりは。でああいうなんかもっとトラックとかね、第二種免許持ってる大型とかそういうの持ってる人ですら事故って死ぬ人だっているわけで、まあそんなこと言ったらキリないんですけど。
そうですね。ユーチューバーの金マン反社を怒らせてゲーバーかなで働かされてるの知ってる？そうなの？マジで？マジか。マジっすか。金マンってね、俺の動画に一回なんかコメントしに来たことあるんだよ。なんか俺の協定のなんか YouTube の天才動画があって、まあ俺がアップしたやつじゃないんだけど、俺のリスナーがアップした天才動画があって、でそこのコメント欄にカネマン本人がなんかコメントしてた。なんかわろたわらみたいな感じで、俺のなんか天才動画見て。で、あのほらコメント欄ってそのなんだろう、誰がコメントしたかアカウントわかるじゃん。でそこのアカウントをこうたどるってかクリックすると、もしくはあのスマホで見てる人はタップするとその人のアカウントが見れるんですよ。でカネマンっていうなんかあのなんだろう、こう名前であって、でサムネもあれなんかこれ本人かなと思ってクリックして行ったら本当に本人だった。そしたらそのアカウント本当カネマンの動画アップされてたから、で本当にそれ天才動画だったんですけど、本当フォロワー数とかも再生数とかも本当に本物で、あこれ本人がコメントしてるわと思って、うん、そう。あ、ムルアイテムどうも、ちょっとトイレ行ってきていいですか。